なさい。受けつくあらず。恐竜と。ハゲロどっちの番だ。やるぞ。次決めてやる。ナイス。まだ。オートバレルでやりつかって仕方ねえ。しよう頼めるか。え、片付いたわね。行きましょう。ああ問題ない。エストルが同じような気になる。変な薬みてえな匂いが。いずれにせよろくな場所ではあるまい。邪魔よ。拘束する。ドラマの敵や。超遠隔実験ローリー。やぞ。大地が薄いて、うん、今だよ。盾があろうとぶち抜いてやる。やらない。短き者に裁きを。ゼラリスだ。レイン、どんどん出せ。レンガだ。リエンジン、守りが固いな。突破口を出せ。あっ、まだやられぬ。打ち切れだよ。増える。リグル精霊力をアタック。炎よ。はい。なる。相手も術を浮かべ。そっちは私に任せて。超連撃。下げろ。決めて。やっと来よ。これで終わりだ。よし、盾も鎧も傷はないな。
お友達がいるの？このバカでかいのはなんだ？ひょっとしてこの船の機関部か？ご明察だ。これだけ大きな船となればこうもなろう。ってことはこれをぶっ壊せばこの船を沈められるかもしれないな。その前に我々が脱出できるかどうかはともかく。7年の間にアウメドラはこれだけのものを作ったのですね。いや、彼女ではあるまい。この船はアウメドラが作ったんじゃなかったか？船体はそうだ。だが機関部はおそらく星船のものだろう。星船？レネギスとの行き来に使われる星船のこと？レネギスや星船に用いられている技術は普段我々が扱っているものより数段高度だ。いかにアウメドラといえども自前で作るのは容易ではあるまい。それってつまり空の上には今よりもっと厄介な敵がいるってことか？頭痛くなってくるな。今それを考えても仕方がない。アウメドラのことだけに集中しよう。確実について。
なんか機嫌いいな。楽をさせてもらった。サクッと蹴散らしやら。大差に引き出す。わかったぜぞ。投げろ。決めて。力の差も測れなかった。
ここだけやけに立派だな。この部屋は修霊機といい、このこれ見よがしな杖の尽くしぶりといい、アウメドラの居室と見て間違いあるまい。だがもぬけの殻みたいだな。ああ、たまたま外してるって感じじゃなさそうだ。逃げ出したか。また何か企んでいる可能性の方が高いでしょうね。あり得るな。どの道空を飛べるのでもない限り、この船のどこかにいるのは確かなんだ。他を探そう。どうしたの、フルル？何か怖いの？スルドの部屋だからか。それだけじゃないみたい。なんだろう。少しばかり変わった輩がいるの。やばそうだぜ。俺の真骨だ。わかったぜ。ダウン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 。プルプルしてる。幸運の予感。
見つけろと言わんばかりの鍵の置き方だな。来いってことだろ。なって。これは船の積み荷？邪魔ね。先が全然見えないわ。気をつけろ。どこに敵が潜んでるかわからないぞ。
拾ったやつで武器作れんじゃね。今ので何か解除されたのか。引き返して確かめましょう。自分の部屋にいないとなると、アウメドラのやつどこに行ったんだ。環境という可能性もあるが、我々を待ち構えているという方がありそうだな。となると思う存分戦えるような場所か。気をつけて。あの女、魔法使いだった私の一族を皆殺しにしたんだ。たった一人で。悔しいけど、ものすごい精霊術の使い手だよ。風を操るのに長けているのは当然として、何かまた化け物を繰り出してくるかもしれないわね。ああ、命をもてあそぶのが趣味らしいからな。ここらで終わりにしてもらおう。アウメドラだ。こんな場所に一人。気をつけろ、また何か企んでいるかもしれない。マジくたびれたわ。おや、結局お前も来たのか、ダナの魔女。アウメドラ、どうした、わらわが憎いのであろう。その力を存分にわらわにぶつけてみやれ。さなくばおとなしく縮こまっているがよい。やめろ。お前はなぜそうやって笑いながら他人を傷つける。それが力ある者のあり方、レナのあり方だからじゃ。力ある者はそれを示し、力なき者はそれに従う。そちらの二人は忘れ果てたようだがね。行き着く先が巨水の海でも、まだそれが正しいというつもり。た、奴隷の運命とわらわのそれはおのずと異なる。それにニーズの奴隷を煽ったのは確かにわらわだが、どれほど風で煽ろうと、そこに火種がなければ火は燃えたたる。言うなれば、あれらは己自身の憎しみによって滅ん、わらわを責めるのはお門違いというものじゃ。心に染み一つない奴なんているもんかよ。それでもお前みたいな奴がいなきゃ踏み外すこともない。一番邪悪なのはお前みたいな奴だ。愚か、これだけ我らに挑み続けながらまだレナの何たるかを理解できぬ。300年奴隷に甘んじるだけのことはあるよ。アウメドラ、これは手を張り向き。我が友人たちを愚弄するのはそのくらいにしていただこう。かくいう恩美はすっかり下船の真似事が板についたご様子。言うにこと書いて奴隷を友と。なるほど、今の御身には鋭よりルタクの身こそふさわしい。ティオハリムはお前なんかと違うよ。リンウェル、人を溶かして笑うお前なんかと同じなもんか。ならばどうする。知恵と力を彼らに任せた愚かな輩の末裔が、
お前たちは恐れたが、わらわは恐れぬ。わらわは知恵を、力を滑る。ミア、その力がどれほどのことを成し得るかを。メズメルド。またまったこうやらせるもんか。
切り裂け。ハートリック。まだやれる。行くわよ。どういうことだ。ガノン許さない。の落ちろ。終わらせる。リム精霊力を叩き込む。殺さないよ。リンベル。行くよ。やっぱり。そんな簡単に捨てられない。でも、ここでただ憎しみをぶつけたって。気が晴れるのは今だけだって。そう思ったから。だから、殺さない。捕まえて、今度こそちゃんとした裁きを受けさせる。情けをかけてわらわを侮辱する気か。ダナの奴隷の分際でわらわは断じて。あんたの意思なんかどうでもいい。ダナかレナかもどうでもいい。ただ罪を罪として償わせる。それだけだよ。あの時の、ボルラン卿、なぜここに。いえ、大自在の御身のこと、理由は問いません。わらわは御身に。耐えずるな、蛇めが。痛いか。その苦痛こそ孫を刀の奇跡の証。楽しめ。数年前、ガナス・ハロスのスルドが急死し、後任がついた。その時消えた名が、ボルラン。来たぞ。恋焦がれる者のごとく。
シオン、アリス、追ってこい。王ならば。